クリーンベンチ、クリーンベンチ、クリーンベンチ、ラマナーフローキャビネットとは、生物学、生、科学的な研究に用いられる、誇りや環境微生物の混入、コンタミネーションを避けながら、作業を行う、無菌操作ため装置である。周囲からの微生物の混入を避けるため、作業を行う机の上のようなスペースの周囲に、壁と天井を設けた、箱のような構造をしており、露化、 精密ろ過した空気を作業スペースに吹きけることで、無誇り、無菌の状態に保つものである。微生物を扱う研究や実験、あるいは組織培養などに関する作業では、無菌操作が重要であり、そのための滅菌状態を作り、保つための装置などが、いろいろに考案されている。その中で、作業のためのスペースを無菌にする装置の一つが、クリーンベンチである。 机の形の台に手前側が空いた形の囲いと屋根がついており、内側の天井内し前方の壁からフィルターを通して無菌化された風を送るようになっている。なお、正式な日本語名は無菌実験台であるが、通称でも商品名でもクリーンベンチが通用している。同様に無菌の操作のための空間を確保する機材としてクリーンベンチより規模の大きいものに、 無菌室があるが、これは建設の段階で作らねばならない上に高額で、あるのに対し、クリーンベンチならば、普通の部屋にも持ち込める。より小さいものに無菌箱があるが、こちらは単なる箱を殺菌して使用するもので、操作の範囲は限られる。なお、無菌室においてもその中で、無菌操作を行うのには、クリーンベンチを使う。クリーンベンチは、 主として、無菌の空気を送りつけることで、無菌的環境を提供するとともに、外部からの汚染を防ぐ役割を持つ。この空気を供給するのが、ヘパフィルター、ハイフィシャンシーパーティキュアルとエフィルターで、0.3マイクロメートルの粒子を99.97%以上という、囚人率でろ過する能力がある。前段階のフィルターを通った空気がこれを通ることで、 高度に無菌な風が得られる。空気の正常度については、アメリカ合衆国の規格に基づき、クラス100、1立方フィートあたり0.5マイクロメートル以上の粒子数が100未満を標準にしている。フィルターには定期的な取り替えが必要で、普通の部屋では3年から4年は使用可能とのこと。無菌室内の場合、半永久的に使える。 構造の基本は、机とそれをカバーする前面と屋根、それに、左右の壁である。その向こう側に、フィルターと空気の吹き出しがある。上半身を突っ込める程度の大きさがあるが、あまり首を突っ込むのはおすすめできない。普通は手だけを突っ込んで操作を行う。正面は開いているものと、シャッターが下ろせるものとがある。シャッターがある場合は、手を入れて操作できる程度まで下ろして、操作を行う。 空気の吹き出し方は大きく二通りがある。一つは水平送風で正面の壁から手前に向かって吹きつける。もう一つは垂直送風で天井面から下に向けて吹き下ろす。前者では腕や器物の周囲に渦を生じて外部の空気が流れ込む可能性がある。それ以上の構造には様々なレベルがある。基本的なそれでは内部を陽圧として 外気を押し出すことで無菌を保つのに対して上級の機種では内部を陰圧として内部の機体を外に出さず外気の流入は入り口上部からの送風で封じるこのような上級の装置は実験台の上を無菌にするだけでなくそこで扱われるものが外部に出ることで生じる危険を防ぐためのものである例えば人に感染性のある病原体を扱う場合には 培養のための無菌操作の必要性とともに、操作者にそれが触れないようにすること、およびそれが外に出ないようにする必要がある。このような場合、作業者に向けて風が当たるタイプの単純なクリーンベンチを使うことは、かえって汚染、バイオハザードや感染の危険があるため、安全キャビネットを使用する必要がある。このように、どのようなものを扱うかによって、 必要な装置を検討しなければならない。なお、逆に簡易版として、フィルターの組み込まれた屋根と囲いだけの部分からなる構造のものもある。これは、規制の机の上に置いて使用する。天井や壁が不透明なので、照明装置は必要である。内部の滅菌用に殺菌灯を別につけていることも多い。また、操作の際に、火炎滅菌をすることが多いから、 ガスバーナーも装備されることが多く、大抵種火と点火用のフットスイッチのあるものが付く。他に蛇口や流しを備えるものもある。その他、火器のような様々な用途に応じた付属機器も数多い。クリーンベンチを使えば無菌操作は非常に楽になるが、これはクリーンベンチを使うことで無菌操作が保証されるということではないことに注意すべきである。 実際、外から持ち込んだ器具は、すべて、一旦は滅菌されていても外気に触れた途端に、その状態はなくなるものと考えなければならない。寒熱滅菌した器具は無菌であっても、器具を包んでいる。包装の表面は外気に触れた時点で無菌では、なくなっているため、クリーンベンチ内でもそれらを置いた周りは、無菌ではない可能性があるし、人体や衣服を完全に無菌化するのは難しい。 様々な器具を扱う際には、無菌操作の手順や心得があるが、それらは、クリーンベンチ内でも忘れてはならない。また、空気の流れによって無菌が作られているので、操作の際には、風の流れを乱さないようにすることにも配慮が必要である。しかし、少なくとも手元より、奥のスペースにおいては、上からのコンタミネーションはないのが保証されているので、 例えば寒天場地の平板を作った場合、そのままでは表面に有利水が出るので、このスペースで蓋を開いておき、表面を乾燥させるのには便利である。なお、クリーンベンチは、無菌状態を保つものであり、作り出すわけではないことにも注意が必要である。稼働を始める前にはまず消毒する必要があるし、物を持ち込むことにも注意が必要である。 クリーンベンチ内に虫が住み着いていたなどという論外な話もある。クリーンベンチは無菌操作のために開発されたものであるが、微生物学以外にも組織培養などが医療分野で広く使われるようになっており、またメリクロンなどの組織培養が農業分野で実用化されていることなどから、その利用範囲は非常に広くなっている。また、 生物関係以外では無菌であることよりも無誇りであることに注目し、小規模なクリーンルームとして、半導体関連や液晶、電子部品、精密機器、化学、医薬品など様々な分野で高度な正常度が、必ずとされる製造や検査、試験、研究工程で広く使われている。従来のクリーンルームの場合、室内にある最も要求の高い装置、 工程に正常度を合わせるため、大規模な初期投資とランニングコストがかかるが、クリーンベンチのような極色クリーンは、必要な間だけクリーン化できるのでコスト負担が少なく、正常度、温度、湿度管理など柔軟な対応が可能というメリットがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。